皆さん、こんにちは。サングループの藤本です。今日はですね、これまで新型コロナウイルス感染の影響によりですね、各国特徴、特に欧米などを中心に、その状況についてお話しさせていただきました。今回、リクエストの方がありまして、ASEAN 関係の特徴の情報も欲しいということでしたので、今回は ASEAN の方を中心にですね、お話しさせていただきたいと思います。まず、シンガポールなんですけれども、2020年4月7日から閉庁されております。こちらの長期限がですね、2020年の4月7日から6月4日までの期限である場合、6月5日まで延長されることになっております。次にインドネシアなんですが、こちらの方、2020年3月23日から5月29日まで閉庁されております。この場合ですね、閉庁はされているんですけれども、オンライン出願とオンラインでの業務については、通常通り行われております。次にマレーシアなんですが、こちら、閉庁されておりましたが、つい最近まで、2020年の5月13日から週2回ということで、限定的なんですけれども、開庁されております。優先権、主張出願期限なんですけれども、2020年の5月18日まで延長されます。それら以外はですね、6月1日まで延長されることになっております。次にベトナムなんですが、こちら、閉庁はされておりません。長期限が2020年3月30日から4月30日の案件については、5月30日まで自動的に延長されることになっております。次にフィリピンなんですけれども、2020年3月16日から5月15日まで閉庁されております。長期限が2020年の3月16日から3月31日までの期限である場合、5月31日までに提出することができます。また長期限がですね、4月1日から5月15日までが期限である場合は、長期限日から60日延長されることになっております。最後にタイなんですけれども、こちら閉庁はされておりません。新型コロナウイルス感染症の影響によりですね、手続きに影響がもし出た場合は、その原因が消滅した日から15日以内に関連の証明書をですね、添えて提出することで延長されることになっております。その他ですね、ASEAN に関しては、カンボジア等あるんですけども、もし個々の情報が必要な場合は、また、問い合わせの方を、藤本パートナーズの方によろしくお願いします。今日はですね、ASEAN 関係の各国特許庁の状況ということで、お伝えさせていただきました。ASEAN 関係の方は、閉庁されている特許庁も多いですので、この点、またご注意ください。これからもですね、また続きの情報など配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、新型コロナウイルスに負けず、知財をビジネスに生かして頑張っていきましょう。ありがとうございました。